出発までに暇なので、ホテルルームツアーをやります。初ホテルルームツアーで、ここは、香港のコーズウェイベイの、サウスパシフィックホテルになります。ちょっとっていうか、チープホテルなんですけど、私は、出張で来るときは必ずこのホテルに泊まります。なぜかっていうと、まず香港には珍しい、安いホテルには珍しく、バスタブがついているのと、やっぱり、ホテル自体がとても清潔で、サービスもすごいいいですので、安いホテルだけど気に入っていつも出張の時はここを利用してます。それで出張先のところまでアクセスもいいのと、コーズウェイベイっていうのはすごい有名なタイムズスクエアとかがあるんですけど、繁華街にも非常に近いのでショッピングにもとても便利です。なのでアクセスもすごいいいんだけど、とても値段はリーズナブルで、私はもう最高のホテルだと思ってます。じゃあ、ちょっとご案内していきますね。まず、バスルームです。小さい、香港のバスルームは本当に小さいので、こんな感じでシンクがあって、ちょっと汚くて、アメニティもすごいしっかりしてていいです。イエーイちょっと今日帰るからもうメイクアップは全然してないんだけど、でトイレで、これがバスタブ。もうちょっと朝使ったから汚いんだけど、はい。で出ると鏡があって。これが、大きな、これもすごい香港のホテルだとこういうのがついてないところもあるので、ここでメイクアップしたりとかできるので非常にいいです。でちょっと今回のお部屋はロケーションがシティ側なのであんまり良くないんですけど、香港らしい風景がずっと下が。ここは7階です。7階。ね、すごいですよね、このビル。香港、毎回来るとびっくりするんだけど、あそこの建物の、足場もすごいことになってて、いつもびっくりするんですけど、これ。竹で編んであって、香港のこんなにすごいビルがいっぱい建ってるのに、すごい高層ビルは全部竹で編んである足場を使って、下は全然、香港行ったことある人はご存知かと思うけど固定してないんですね。なのでもう本当いつ崩れてくるんじゃないかヒヤヒヤするんだけど、そういう崩れるっていうことがないらしいんですね。はい、でここがバースペースです。バースペースでここに冷蔵庫があります。このなんか結構ホテルの部屋の中にある冷蔵庫はうるさかったりするんだけど、この冷蔵庫はそんなにうるさくなくって、夜寝るのも大丈夫でした。でここがクローゼットで、こんな感じな小さいクローゼット。出張は1人なのでいつも全然十分です。ベッド汚いけど、ダブルベッドで恥ずかしいけどダブルベッドですごい寝やすい、寝心地がいい、寝心地がいいベッドです。でね、私が一番気になるのは、タオルの匂いとか、あと、この布団のこの枕のこういうのの匂いで、特に香港とかはそういうのがすごい気になる時があるんですけど、ここのホテルのタオルも、このシーツも本当にね、いい香り、もう洗いたてのすごいいい香りがするんですね。なのでそういうところもすごく気に入ってるところです。で、すごく、サービスしてくれるホテルもあって、荷物持ってくれたり、フロントですごい声をかけてくれたりとかっていう風にいろいろしてくれる、ホテルも中にはいっぱいあるんですけど、香港には。でも、私はどちらかというと、放っておいてほしいタイプなので、自分で、ビジネスで来てるので、いちいち荷物とかそういうのもそんなに持ってもらったりとかしてもらわなくても全然大丈夫なので。そうですね、ほっといてくれる具合も度合いも、過剰すぎず、でも、気にしてくれてるっていうところもこのホテルの好きなところです。はい、いかがでしたでしょうか。ルームツアーです。初ルームツアーしていましたが、またどこかに行った時は、ルームツアーしたいと思います。ではまた。